はい、どうもこんにちは、ナレユです。本日も数学のお題を提供していきたいと思います。今日の題材は1996年度の東京理科大学の入試問題です。範囲は数三の定積分の値の最小値ですね。これ e-x-x-b って書かれてますんで、グラフ用いてね解くのかなって一瞬思いますよね。で、e の x-x-b って、要するに x-b は一次関数なので、グラフ書いてですね、例えば、原点での接線なんか考えると y イコール x プラス1になります。これこんな感じで、でそれが面積、一番小さくなりそうな予感がしますよね。まあでもこれ証明することはできません。例えばその、知識として y イコール x たす1みたいなのはマクローリン展開になっていて、原点では近似できる関数にはなってるわけですけれども、この値が最初になるというのは、また別の話ですよね。1にとかマイナス1に近づいていくと、この差はこう大きくなっていってしまうわけです。ここの差とかですね。だからもしかしたらこの1よりちょっと上のところで、e-x とこう交わるような直線の方がむしろ、差が縮まる、原点のところでも開いてるけど、トータル的に見たら面積が小さくなるっていう線が、あるかもしれないわけです。言ってみればこの類の問題、グラフで予想するのは非常に難しくて、基本的にはグラフでは解けないと思っていいかなと思います。解ける場合もあるかもしれませんけれども、これ、i のこの定積分の形を見てですね、この波線の部分、この2乗展開して、定積分が実行できるっていうことを、確認した上で、展開していく、つまり式の計算でいくっていうことですね。定積分が実行できるんだったら a と b の式になりそうですよね。 a と b の例えば多項式みたいな形になって、そこに係数に e が入ってこようが入ってこまいこまいが、関係ないですよね。 a と b の例えば二次式みたいな形になったら平方完成すればいいだけの話ですよね。だから、積分が実行できるかどうかで判断をするということです。で、 e の x の2乗は e の 2x 乗になりますよね。ここ2乗すると、例えば e の 2x 乗なんていうのが出てきますけど、あと xe の e の x こんなのも出てきますけど、これ不定積、部分積分で積分が可能ですよね。ということはこれ2乗を展開して、地道にやっていくのが正しいやり方だということです。これでやっていくそうだなっていうのが分かればいいですね。では中展開しましょう。2乗の公式使って展開をすると e の 2x プラス、a の2乗 x の2乗足す b の2乗、それから、かけて2倍ですよね。このこれとこれのかけて2倍、それから両脇のかけて2倍ですから、マイナス 2a xe の x 乗プラス 2abx、マイナス 2be の x の dx となります。で、範囲がマイナス1から1までになっていることに注意してください。そうすると帰還数は、0になってしまいます。帰還数はこれですね。これ、帰還数なのでこの積分値は0になります。帰還数で、積分は0で、偶関数は、2倍になるんですけども、偶関数どれかっていうと、こういうやつですね。定数とか x の2乗。こうですね。e の 2x 乗はこれ偶関数ではないですよ。e の x の2乗になっていますけれども、これ別に偶関数ではないので注意してください。2乗になってれば偶関数かっていうと、この e の x 乗に関しては 2x 乗になるだけなので偶関数ではないですね。
で、だからここだけですよね。このオレンジで線引いたところだけがグーが2倍ということで、まあ、基本的にだからグーを2倍みたいにできないので、普通にこれは積分をしてマイナス1から1までを代入という形になります。e の 2x 乗、それから3分の1の、a の2乗を x3 乗、足す b の2乗 x。で、ここの部分は別個に不定積分計算ですね。ここはこのままやっちゃうと式がすごく長くなっちゃうので、 XE の X 乗は、まあ、瞬間部分積分とか方法ありますので、そういう方法を用いて、まあそれについて知りたければぜひ、スーさんの、メンバーシップとか見ていただければいいかなと思います。 X-1 の E の X 乗という形に、これは積分を実行することができます。これが不定積分になってるんですね。で、だから別個に計算してこれですね。で、マイナス 2b の、e の x は変わらずマイナス1から1までというふうになります。で、あとは、素直に代入していけばいいです。2分の 1e の、2乗マイナス e のマイナス2乗ですね。で、ここの部分は、0から、1までの2倍になるので3分の 2a の2乗 x で1ですから、x3 乗1ですから a の2乗ですね。プラス 2b の2乗。で、マイナス2倍の a の、4a の e 分の1ですね。1代入したら消えて、マイナス1代入したら、マイナス2になりますよね。マイナス2になるので、e 分の1が残ると。で、ここ2倍になるんですね。こうですね。で、さらにマイナス 2b のカッコ e マイナス e e のマイナス1乗とこんな風になります。で、これ a の二次式と b の二次式になっていることに、気がつくと思います。a の式として見た時に、a の二次式がここ、 a の一次の項がここで、 b の、二次の項がここ、一次の項がここで、定数項がこれという形になってます。はい、ということで、A から順番に平方完成をします。だから3分の2の A マイナス E 分の3の2乗マイナス E の2乗分の6が出てきますね。で、プラス2倍の、中括弧 B マイナス、まあ、これちょっと厄介ですけど e マイナス e 分の1ですね。これの2乗で、その代わりマイナス2分の1の e マイナス e 分の1っていうのをかけて、2乗かけて展開ということで、一番最初の定数を e の2乗マイナス e の2乗分の1をここに持ってきました。で、ここは展開しますよね。ここを展開すると、中項の中に、1が含まれますよね。というわけで、これは、中に中項に1が出てきて、で、e の2乗で、消えるところがあります。ここは消えます。だけど後ろはマイナスとマイナスで残るんですよね。ここは残っちゃうんです。で、2分の1ついてるのと2分の1ついてるので、この2つ合わせると、ここの部分で2つ合わせて、マイナス e の2乗分の1ができます。それとこれ合わせて、e の2乗分の7になるんですね。ということで、3分の2の a マイナス、e 分の3の2乗を、プラス2倍の中括弧 b マイナス、ここ2分の1抜けてますね。
めんなさい、ここ2分の1が抜けてました。2分の1 e マイナス e 分の1ですの2乗マイナス、プラス1マイナス、e の2乗分の7ですね。この1は、中項に1が出てくることから、この中に1が出てくることから出てくるものです。で、結局ここの中が0になるときですね。 A が、ここの中が0、ここの中が0のときに最小値これになるわけです。というわけで、A が E 分の3かつ B が2分の1のカッコ E マイナス E 分の1のときに、最小値1マイナス e の2乗分の7ということになります。これが、最終的な答えです。まあこの a と b の値も出さなきゃいけないので、これもセットで書いておきましょう。まあ最大の問題はそのグラフで解けないということですね。まあ、グラフで解くにはちょっと難しすぎるので、代数的な処理になるわけですけど、その積分の計算ができるっていうことは、まあ積分の計算結構やればね、この手の積分は指数関数×多項式みたいな形は部分積分を用いて計算ができるっていうことを知っていればですね、何でもない計算ですよね。e の x の x の2乗とかって出てくると置換積分である種のその x がかけられてないとできなかったりするわけですけど、まあ基本的に e の x がベースになっていて e の x の一次式とか x の肩に乗っかっているところが一次式だったら原子関数は求まるので不定積分で部分積分で解けるわけです。だから、まあ、そういうのを見越してね、展開してあこれできそうだなというふうに、判断して a と b の式になると、それで、最小値を求めていくという形に、持っていく、つまり代数的に解くという問題ですね。これ幾何的にはなかなか難しいと思います。まあ題材としては最小二乗法という部類に入るかなと思うんですけれども、まあこういうねプロットを取った時に、直線で近似する、二乗の分散が小さくなるというような題材というのは、まあよく考えられている話題ではあるので、まあ応用はあると思うんですけどね、まあそれに、準じた問題だと言えると思います。はい、というわけで、1996年度の理科大の入試問題でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは失礼いたします。